はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年令和4年の12月2日の金曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、12月の2日ということですけれども、今朝の時点でのですね、一番大きなトピックとしては、今サッカーのですね、ワールドカップが、カタールで行われていますけれども、そのですね、日本の予選のですね、最終戦があって、それがですね、今朝の4時からの放送だったというか、今朝の4時からの、キックオフだったということで、当然ながら今朝のですね、朝刊には、記事的に間に合ってないわけで、ネットのニュースなどの速報になりますけれども、日本が強敵のですね、強豪と言われているスペインを破ってですね、1位で、ですね、この決勝トーナメント進出を決めたということで、これはですね、日本にとって本当に素晴らしい成果というか、ドイツとスペインを破って堂々の、その、なんていうんですかね、決勝トーナメント進出ということはですね、日本にとって本当に誇らしいというか、これほどですね、素晴らしいサッカー好きにとって、記念すべき一日というのはないんじゃないかなというふうに思います。で、次はですね、決勝トーナメントは、クロアチア戦ということで、ちょっと日程はわからないんですけれども、次、クロアチアもですね、本当に油断できない強敵だと思うので、ベスト8、当初の目的と言われていたベスト8に進むためには、次のですね、クロアチア戦に勝ってようやくベスト8ということなので、今ですね、16チームが決勝トーナメントということなので、次勝ってようやくベスト8ということなので、次クロアチア戦に勝ってですね、またさらにベスト8と言わずベスト4、そして決勝戦へと駒を進めてほしいなと思いますけれども、日本中がですね、この地球の本当に裏側に近い、遠い国カタールというところで、大勢応援に行っていたり、日本の中でも今朝4時からですね、本当に起きて応援していたという方々も多いと思うので、そういった力をですね、自分たち、この日本代表選手たちに届けて、そして、日本一丸となってですね、今なかなかコロナ禍で、いいニュースが、なかなかない中でですね、本当に日本が沸くような、素晴らしいトピックをどんどん提供してもらいたいなというふうに思いますし、またクロアチア戦もですね、結果はどうあれとにかく全力を出し尽くしてほしいなというふうに思います。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 28,226円08銭、28,226円08銭ということで、おととに比べるとプラス257円09銭、プラス257円09銭ということで、250円を上回る金額でのですね、上げ幅ということで、28,000円台は回復ということだったようです。そして円ドル相場についてはですね、1ドル136円52銭から55銭、1ドル136円52銭から55銭ということで、おとといに比べると2円の円高ということになりますので、結構2円を超える幅で円高ということなので、年末に向けてはですね、少し円高傾向が強まるのかもしれないなというふうに思います。で、今日ですね、社説に、音読の題材に取り上げたい一つ目の社説はですね、習政権が狙う江沢民時代超えの難しさということで、今日もまた、中国に関するニュースが社説の一つ目に来ています。一面のトップのですね、大きな記事も中国関係の話ということなので、本当に中国の影響力の大きさが伺い知れますし、そして昨日もですね、取り上げた江沢民というですね、前の前の国家主席の方がお亡くなりになったということは、トピックとして取り上げたと思いますけれども、それを受けての社説となっています。習政権が狙う江沢民時代超えの難しさ。江沢民、中国元国家主席が死去した。江沢民氏の統治の特徴は社会主義イデオロギーよりも経済を重視し、開かれた中国の姿勢を前面に打ち出したことだ。中国は世界貿易機関 WTO に加盟し、世界2位の経済大国への道を歩む。対外強硬姿勢と民間 IT 大手潰しばかり目立つ習近平政権には、江氏と胡錦涛前国家主席の時代の柔軟性が必要だ。
96歳で江沢民氏が息を引き取った場所が政治の中心である北京ではなく、鄧小平に由来する改革開放政策を体現してきた省都である上海だった巡り合わせも一つの時代の終わりを感じさせる。その上海ではつい最近、新型コロナウイルスを徹底的に封じ込めるゼロコロナ政策の撤廃を求める街頭デモがあった。ゼロコロナを主導する強権の現トップ習近平氏の退陣を要求する叫び声がこだまする異常事態になっている。1989年の天安門事件で苦境に陥った中国は、経済開放に動いた江沢民時代から息を吹き返す。敵視してきた民間企業家まで共産党に取り込む3つの代表という考え方は硬直した雰囲気を変えた。汚職を生む弊害もあったが、支持基盤を拡大した意味は大きい。江沢民、胡錦涛時代は対米関係も大筋制御できた。鄧小平以来の爪を隠して力を蓄える外交方針、鄧江楊解が生きていた。その一方で江沢民氏は愛国教育の名目で反日教育を進めた。1998年の訪日では歴史認識問題をめぐって厳しい姿勢を示し、その後の日中関係に禍根を残した。その反面、日中の経済関係が江沢民時代に密接化したのも事実だ。日本の歴代首相経験者らとこれほど本音で語り合った中国トップも珍しい。1997年の竹下登元首相との会談では、直前の共産党大会でライバルだった当時の共席、共産党政治局常務委員を指導者定年の新基準を設けることで引退に追い込んだ裏話まで明らかにした。今習近平氏がこんな話をすることはない。習近平氏は建国の父である毛沢東、鄧小平に続き歴史決議を採択した共産党史上第3の人物になった。江沢民、胡錦涛という前2代の地位をしのいだという解釈もできる。とはいえ、30年にわたる中国台頭を演出した江沢民、胡錦涛両時代の歴史的業績を真の意味で超越するのは至難の業だ。無理に超えようとして柔軟性を捨て、いわゆる中国式にこだわるなら明るい未来はやってこないということでしたけれども、まあ、この最後のですね、中国式にこだわるならというような嫌味というかですね、指摘というのは、まあ、最近ですね、中国が発言をした中国式人権や中国式民主主義もあるというようなことを受けてということになると思いますけれども、中国式民主主義と言ってもいいのかもしれませんけれども、中国には中国のやり方があるということはもちろんですけれども、やはり私たちや、それからですね、共通してこの地球という、まあ、環境で生きているわけなので、もちろん中国には中国のやり方があっていいと思いますけれども、やはりある程度歩み寄れるところは歩み寄っていこうというような姿勢も大切なのではないかということでもあると思いますし、まあ、当然ですね、まあ、現政権を担っている人が、この過去のですね、鄧小平、それから江沢民、胡錦涛という人と比べて、今現時点で比べるということもなかなか、ちょっとですね、ナンセンスな見方というふうに言えなくもないけれども、まあ、そういうことで今最近やっている習近平氏のですね、強権に対してちょっとですね、まあ、一つ文句というかですね、言いたかったのかなというところでもあるかと思いますけれども、社説をこうして読み続けていくと、いろいろとですね、見方が増えてきて、視野も視界も広まるような気がして、面白いなというふうに感じました。で、2つ目の音読の題材についてはですね、2つ目の社説ですけれども、原発建て替えで安全性高めようという記事となっていますので、まあ、今昨日12月1日からですね、この節電要請というものが始まって、この冬ですね、電力需給の逼迫を抑えるためにですね、私たちの生活が多少なりとも影響されようとしている中で、原子力発電所という施設とかですね、政策について私たちの視界や視野をまた広げるためにも、こういった記事も学んでおきたいと思います。原発建て替えで安全性高めよ。原子力発電政策の大きな転換となる。経済産業省は原子炉の建設推進を明確に打ち出した。原発は稼働中に温暖化ガスをほとんど出さない。エネルギー不足の懸念解消と温暖化対策を両立させる上で妥当な判断だ。
2011年の東京電力福島第一原発事故以来、原発の建設議論は半ばタブー視されてきた。それを前へ進めたのは評価できる。経産省案は原子炉の建設について当面は寿命を抑えるなどして廃止される既存の炉からの建て替えを想定している。新たな立地を探すよりも現実的だ。現行法では原子炉の運転期間を原則40年と定めて、一度に限り最長20年の延長で60年まで認める。期限が近づきつつある現在の炉は1980年代以前の設計に基づく。その後、軽水炉の安全性を高める技術開発は進んだ。外部電源が途絶えても冷却できる仕組みや、炉心が万が一溶け落ちても受け止めて漏出を防ぐ設備が実用化している。既存炉を最新タイプに建て替えてより安全に使えるようにするのは理にかなう。その一方で経済産業省は既存の炉の運転期間の延長についての考え方も示した。安全審査による停止期間を運転期間に含めないことで実質的に60年を超えた稼働も可能にするというが、中途半端な内容だ。運転期間の延長は建て替えの推進と矛盾するようにも見える。当座の電源確保のため最低限の原子炉で運転期間を延ばして、その後は新しい炉に移行するといった道筋を分かりやすく示してほしい。安全審査の質を落とすことなく効率化し、不必要に時間をかけない工夫も事業者と規制当局の双方が続けるべきだ。原発は国際的に活用機運が高まっている。ただ使用済み核燃料の再処理や最終処分地の選定など課題も多い。原発にいつまでのどの程度依存し続けるのかはなお議論の余地がある。再生可能エネルギーの利用拡大や省エネルギーの重要性は今後も変わらず全力で進める必要があるということでですね、やはり原子力発電施設というかですね、政策の必要性というものは、まあ、半ばみんなどこかで分かっていてもですね、感情的にやはり福島第一原発事故というものを受けて、原子炉のですね、まあ、なんとなく怖いとかですね、安全ではないんではないかとか不安とかというものをある意味煽るような報道というものもあるし、やはりそれにですね、まあ、それをある意味ですね、悪用というか活用しようとする動きもあったりとかですね、これこそ本当に一筋縄ではいかないことがですね、原発政策ということで、安全、遠くにある分には安全でいいかもしれないけど、やはり近くに住んでいる人たちの身になれば、立場になればまた考え方も違うだろうしということになってくるので、この辺のところはですね、やはり、まあ、いろいろな意味で議論を進めていって、そしてですね、まあ、効率活用で、エネルギー政策についてのですね、この温暖化ガス対策なども含めて、まあ、前に進めていって議論を進めていってもらいたいなというふうに思います。で、次ですね、3つ目の音読の題材に取り入れたい記事については、11月にですね、このジブリパークが愛知県に、開園をして、それからちょうど1ヶ月経ったところで、日本経済新聞がですね、グッズの購入額などについてアンケート調査を現地で行ったということがあったので、まあ、これもですね、この、ジブリパークについてのアップデート記事としてですね、キャッチアップしておきたいなと思います。ジブリパークが開園1ヶ月でグッズ購入平均で1万5000円ということです。スタジオジブリ作品の世界を再現したジブリパーク愛知県の長久手市の開園から12月1日で1ヶ月、日本経済新聞が来園者に現地でアンケート調査すると、平均約1万5000円のグッズを購入していた。東京ディズニーリゾートの3倍。開園直後で熱心なジブリファンが多いと見られる一方で、パーク限定のぬいぐるみや衣料品が人気を集めている。ジブリパークは入場予約制で、3区画別のチケットが基本。11月下旬の金曜日に来園者100人にアンケート調査して、グッズの購入額は大型グッズ売り場があるジブリの大倉庫を訪れた70人に尋ねた。大倉庫にはジブリ作品の絵コンテや小道具を展示しており、大人の入園料は平均2000円。アンケート調査によると、70人の購入額は平均1万5312円だった。1万円以上使った人は45人で3分の2を占める。スタジオジブリグッズを扱う店は各地にあるが、大倉庫にあるグッズ売り場ではジブリ映画の全26作品のグッズを扱っている。1000点を超える商品を揃えて、半数近くがジブリパークでしか買えない限定品。
限定品のピンバッジなど3万円分を購入した40代の女性は限定感があってついつい買ってしまったと話す。購入総額の最高者は9万円だった。ジブリパークは入場者数を制限しており、年内は抽選で全て売り切れている。2023年1月以降も先着順だけに来られる時に欲しいものをできるだけ買っておこうという意識が働くようだ。繰り返し訪れる人が大半の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、グッズの平均購入額は2021年度に約4548円だった。ただ、物珍しさから転売目的で大量に買い込む動きもある。フリマアプリではジブリパーク限定と記載したグッズが並んでいる。映画「千と千尋の神隠し」の登場人物、湯婆婆の髪型のクッション、定価7150円はオークションサイトヤフオクで2倍近い1万3500円だったということなので、まだ開園して1ヶ月というところなので、お祝いという意味でもですね、それから転売目的という意味でも平均1万5000円というのはちょっとまだまだ高めなんじゃないかなというふうに思いますし、ある程度ですね、いつでも、いつでもとは抽選式というか予約制なので、いつでもというわけにいかないけれども、一通り行きたい人がですね、行ってき、もうすでに行ってるであろう、東京ディズニーリゾートと比べるのはちょっと酷かなというふうに思ったりもしますけれども、このジブリパークですね、この人気を少しずつ保つためにも、この入場予約制で、3区画別々のチケットというようなやり方というのは非常に賢いなというふうに思ったりもしますけれども、また、例えば半年1年経ったところでも同じような、この調査する記事が出てくるかと思うので、その時に、目に留まるようであれば、追いかけてですね、この続報というものを音読してみたいなというふうに思います。ということで今日はですね、2022年令和4年の12月2日の金曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。Radiant one, my energy is infinite. Rivers of purified waters. They ask who I am, and I tell them God's daughter. Anything I want.